40ウォールストリートはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区の超高層ビルである。当初の名前はバンクオブマンハッタントラストビルまたはマンハッタンカンパニービルであった。その出資テナントがチェースマンハッタン銀行と合併した時に住所を使用したビル名となったが、現在の公式の名前は1995年にビルを買収したドナルド・トランプにちなんだトランプビルである。 このビルの所在地は、フィナンシャルディストリクトのナッソーストリートと、ウィリアムストリートの間、ウォールストリート40番地であり、たった11ヶ月の建設期間で1930年に、竣工した。70階建てで高さ283メートルであり、約2ヶ月後にクライスラービルが完成するまでは、世界一高いビルだった。ビルの設計は、EN。 H. クレーグ・セベランスと共同建築家の安尾松井、よびコンサルタント建築家のシュリーブ・アンド・ラムが言った。照明設計は、E.N. エドワード・カイ・コールドウェル &CO による。デア・スコート・アーキテクトの E.N. デア・スコートは、ロビーとエントランスの改修時の設計を行った。2005年撮影マンハッタン・カンパニー・ビル、マンハッタン・カンパニー・ビルディング・トランプ・ビル40オール。 ストリートへのバンクオブ、マンハッタンビルの建設は1929年に始まった。当初の計画では高さ840フィートで、これまで世界一高かった1913年完成のウールワースビルを135フィート上回る予定だった。さらに重要なことに、同時期に高さ世界一を競っていたクライスラービルも2フィート上回る設計になっていた。 この高さ世界一レースの勝利を確実なものにするために完成前になって当初の計画の840フィートの68階建てから927フィートの71階建てに設計を変更した。こうして1930年4月の完成時点でクライスラービルを上回り世界一のビルとなった。ところがこの世界一の記録はまたすぐさま破られることになった。 レキシントンアベニュー405番地に建設中のクライスラービル側はライバルの直前での設計変更の発表を受けて1929年10月までにウォルター・クライスラーはこのレースに勝つための秘密兵器125ヒートのステンレススチール製の戦闘を密かに用意していた1930年5月28日に竣工すると クライスラービルは1046フィートの77階建てとなり、バンクオブ、マンハッタンビルを上回りをオルタークライスラーの夢を叶えることとなった。1946年5月20日、霧による視界不良のため、アメリカ陸軍航空軍の C-45 ビーチクラフト航空機がこのビルの北側に突っ込んだ。この機は午後8時10分頃に58階へ衝突し、 6、3メートルほどの穴をビルに開け乗り組員が5人、死亡した。通行人とビル内の人たちに怪我はなかった。ニューヨーク市では、航空機のビルへの衝突は、同じく視界不良による B-25 のエンパイアステートビル78階への衝突に続き、これが2件目であった。この後3件目の衝突が、2006年10月11日に起こった。 ニューヨークヤンキースのピッチャーコリーライドルを乗せた小型機がアッパーイーストサイドの50階建てマンションに衝突した。ありがとうございます。